さて、急にピアノが映ってびっくりしたでしょうか。実は音楽チャンネルを始めるわけではなく、ここは静岡県の浜松市、浜松駅に掛川から新幹線で来たんですけれども、新幹線ホームそのところにですね、こういったピアノだったりとか、あとはですね、ちょっとこっち行くとヤマハのブースなんかがありましてですね、非常に楽器のことをですね、詳しく紹介しているコーナーなんていうのもあります。この浜松というのはですね、ピアノの生産量日本一だったりするわけでございまして、なんでこういった浜松がですね、楽器の街になったのかっていうところを皆さんにご紹介していきたいなというふうに思います。ピアノなんて全く弾けないですけどね。さて、束の間の演奏を楽しんだところで、やってきたのは浜松駅北口でございます。浜松の紹介をしていくと、静岡県にあります市でございますけれども、静岡県下第1の都市でございます。面積、人口ともにですね、静岡県内で1位でございましてですね、非常に大きな都市となっております。駅前もやっぱりね、こんな感じで広いですからね。あそこのですね、遠鉄ってのは遠州鉄道のビルでございまして、あの中に有名な爽やかハンバーグが入ってるんですけれども、今日見たところ170分待ちとなっておりました。今日は諦めましょうか、日曜日なんでね。あ、ここに像っていうんですかね、なんか家康くんっていうのがありますけれども、静岡県っていうのはですね、徳川家康と切っても切れない関係にあります。当然浜松も同じことでありますので、浜松ってのはまあ言ってしまえば徳川家康が来てから発展したと言ってもいいのではないでしょうかね。まあ元々ね、歴史ある都市なんでございますけれども、この浜松と家康の関係、その始まりの地にですね、まずは行ってみたいと思います。まずはですね、市街を走る遠州鉄道に乗ってですね、浜松城の方面まで行こうと思います。徳川家康公ゆかりの地浜松、これ服もですね、どことなくピアノと関連付けて書かれているように思います。遠州病院駅にて下車。さて、遠州病院の駅からですね、だいぶ歩いてきましたけれども、あれはヤマハの本社ですかね。やっぱ音楽の都っていうのは感じられますね、こういう風にヤマハの大きいビルがあると。そして今目当てにしてきている場所ももう少しです。さて、お目当ての場所のですね、すごい近くに来たわけなんですけれども、こっから見えるのは少し下、上り坂ですよね。これ本当に後々家康と浜松の関係について重要なポイントになってくるので、皆さん覚えておいてください。ちなみにさっきの坂を登ってきてですね、まだこの坂を登る必要があります。さて、登ってきたところに存在するのは元城東照宮と書いてあります。東照宮というのは東を照らす、東にいる人を照らすという意味でございますから、東江戸の人はですね、徳川家康でございます。ですから、ここの東照宮のご祭神は徳川家康なんでございます。さて、こちらの説明書き、元城町東照宮の立つこの地はですね、浜松城の前身、引間城の本丸跡ですというわけなんですね。今浜松城という立派なお城がありますけれども、もともとはここに建っていたみたいです。なので浜松城に行く前にここを訪れた、まあそういった算段なんですね。へえ、ここにも書いてありますけれど、徳川家康公29歳がここを平定しましてですね、浜松という地名を定めた。29歳で地名定めぐるぐらいまでね、上り詰めると、まあ、昔は当然平均寿命も短いですから、まあ、今でいうそうですね、40歳50歳、まあ、ちょうどいい年齢なのかな。結構規模の小さい神社なんで、そんなに参拝客いないかなと思ったんですけれども、ひっきりなしに参拝客の方いらっしゃいますね。ちなみに奥の社殿は浜松空襲、昭和20年のですね、大東亜戦争中の空襲によって焼けてしまったわけなんですけれども、この鳥居はですね、当時から石造りだったらしいのでですね、なんだ後ろからすごいのが聞こえてきますけど、これはもう当時のものだそうですね。なんだ後ろのやつ、あ、お祭りみたいなのやってるなこれ。なんか怒鳴られてるような感じなんですけどなんだこれ。
何これ、あそこの東照宮で終わりだそうですね。なんか今解散の温度をとってましたが、おおすごい、なんか道路から浜松城見えましたよ。今日はねあそこまで行きたいと思ってますよ。あ、走行が天守ですか。だいぶ登んなきゃいけないですね。まあそりゃそうだ。あ、すごいね、400年前の築城の頃の面影を残す貴重な石垣でしたそうです。あそこまで登ったのをですね、わざわざこっちまで降りてきましてですね、こっち側を撮影するとこれには石垣が残ってないんですね。なので言ってしまえば土塁のようなものだと考えられます。石垣をね、下箱を積み上げて、城にしてるわけではないので、まあ本当にこれ見るとですね、土地自体が隆起してるんだなということがわかります。まあ、上はねもちろんね石垣で積んであるんですけれども、ここら辺は本当に普通のただの土地ですからね。これ別に石の上にですね芝生が敷き詰められてるわけではなく、本当に土です。まあこれはですね、どういうふうにできたのかと言いますと、まあ、静岡で有名な天竜川という川がありますね。長野県を発として愛知県静岡県を通ってですね太平洋に流れる、日本の一級河川のうちの一つなんですけれども、その天竜川がですね、流れて、この土地を作ったと、まあ、そういうわけなんですね。まあ、もうちょっと詳しく説明するとですね、まあ、ここら辺周辺の土を天竜川がザーって持ってってですね、この土地だけが残った、まあ、そういった形なんですね。ですから言ってしまえばこの浜松城っていうのは天然の台地の上にですね建てられた城だということです。これ上から見るとよくわかりますよね。天竜川の流れによってですね、ここら辺の土に流されまして、ここだけ高台になっている、そういった仕組みです。もともと武田信玄の侵攻に備えですね、徳川家康が築城したこの浜松城、いや非常に立派でございます。いやー、浜松城大変に面白い場所でした。なぜ浜松城を徳川家康が選んだのか、なんで浜松がね発展したのか、まあ、それをね徳川家康との関係においてですねここでご紹介したわけなんですけれども、最後になぜこの浜松がね一番最初のテーマでありますけれども音楽の街と呼ばれるようになったのか、そこをですね皆さんにご紹介したいというふうに思います。ちなみにこの浜松城、現在の地形を作り出した天竜川が大きく関係しているということですね。天竜川の上流に行くことは難しいんですけれども、少しで天竜川を遡って、見てみたいというふうに思います。さて天竜川から離れるときは、もちろんですね天竜川じゃないや浜松城から離れるときはもちろん浜松城が大地でありますので、離れるときは下り坂となります。さっきの遠州病院駅まで向かいましょう。いや本当にうなぎが美味しかった。そしてまた遠州鉄道に来まして、新浜松駅から510円、この遠州鉄道の終点西鹿島駅まで向かいます。西鹿島駅からですね天竜浜名湖鉄道っていうのに乗って天竜二俣駅まで向かおうと考えております。さてということで遠鉄のですね終点までやってきたわけなんですけれども、これですね一応西鹿島駅と呼んでいたんですけれども、どうも正確には西鹿島駅だそうですね。私はこの西鹿島駅からですね天竜浜名湖鉄道に乗り換えて、天竜二俣駅まで向かいます。これが遠鉄のシンボル、何もラッピングがされてない赤い遠鉄の電車ですね。いやかっこいいよね。一応次の電車の発車までだいたい10分ぐらいかな、
なのでちょっと切符を買っておきましょう。いや、天竜浜名湖鉄道天浜線、いや、なんかめちゃめちゃレトロな感じがするな。この駅名表もそうですし、これはさすがに木造ではないか、木造ではないですが、こんな感じのダークな雰囲気とかね、このホームの一番端っこに柵がないのもなかなか面白いポイントではあります。へえ、あ、もうボロボロだね。まあ一応ね、あと少しで電車が来るんで、あそこに荷物を一応置いてですね、ちょっと駅構内を散策してます。まあ駅構内といってもね、もうここまでしかないんですよね。まあ一応行くだけ行っときますか。まあ別に柵とかはないんでね、線路に降りなければ大丈夫でしょう。まあただ本当に人が行ってないんだなっていうのが分かりますよね。絶対こう乗車口じゃないですもん。だって本当ここ草とか生えてますからね。まあ多分ね、電車の接続としては私が乗ってきたものの一本後の方が接続がはるかにいいので、おそらくそれでね、いらっしゃるお客さんたくさんいるんじゃないかなと思います。観光地としてはやっぱり浜松の方が観光資源多いので、浜松で多い時間を過ごしてですね、こちらにやってくる、乗り換えるっていう人が多いんじゃないでしょうか。まあ私はですね、一つ目的がこの駅ではありましたので、一本早めの電車でやってきました。まあ、おそらく多分そろそろ人が乗り換えてくるんじゃないのかな。さすがに1両編成のディーゼルカーに乗ると旅行してるって感じが出ますね。いや、すごいエンジンの匂いが車内に漂って、すごい匂いがしてますよ。頭まで、おお、天竜川すごいですね。一級河川何恥じないですね。非常に広大な川でございます。へえ、すごい。座席とかちょっとボロボロで、こう、あ、持ち手のところは木なんですね。だいぶすり減ってるということがわかります。で、車内の通勤電車と違ってですね、割とここら辺隙間がありますね。多分前に人が座っても、まあ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 、東京の電車ほど足はきつくならないでしょう。いや、もう降り立った瞬間だいぶ面白いですよ、この天竜二俣駅。いや、すごいですよね。ちょっとね、調べが行き届いてないので、ちょっと説明ミスってたら申し訳ないんですけれども、この駅っていうのはですね、戦時中鉄が足りなかったことから木材で建てられてるんですね。柱とか多分鉄で建てられてるんじゃないかなとは思うんですけれどもね、ちょっと色的に見てそう思いましたけれども、この屋根のところは完全にこれ木ですよね。一応上にトタンみたいなのは貼ってあるみたいですけれども、まさかの3つ電車が並ぶという光景。こちらの天竜二俣駅、滞在可能時間はおよそ今から言うと20分ぐらいですかね。なんかゆるキャンっていうアニメに取り上げたらしくて、それがね、大変ここが有名になったきっかけらしいですね。あとエヴァンゲリオンとかのなんかモデルになった場所みたいな、ちょっと詳しくはわからないんですが、そんな感じの場所らしいです。あとはですね、今やってないんですけれども、ホームラン券というラーメン屋かな、駅直結のラーメン屋なんかもあるみたいですね。あ、行ったらぜひ食べてみたかったな。今日は掛川駅にも訪問してますけれども、1日の中でなかなか2回木造の駅に訪問することって、まあ普段生活してたらないですよね。さて、こちら水は今だいぶ少ないように見えますけれども、天竜川でございます。いや、すごいですよね。割と流れが速いってことがここからでもよくわかります。この天竜川、大雨のたびにですね、流れを変えまして、天竜と名前にたがわず、江戸時代250年間で250回ぐらいね、洪水を起こしたと、まあ、そんな川でございます。もう1年に1回と紅白歌合戦のようにですね、洪水を起こしているわけでございます。
さて、この天竜川沿いでね、栽培されていたものが一つありまして、まあ、それが楽器を発展させるために一つめちゃくちゃ重要なものだったんですね。皆さんご存知だったりしますかね。まあ、正解言ってしまうと綿花でございます。まあ、愛知県大阪に並ぶ三大産地でございましてですね、洪水が起きた後の土砂に盛り土をして、そういった場所でですね、栽培を行ったと。まあ、当然綿花だけではですね、製品にならないわけでございますから、機織りの職人たちが浜松にやってきます。まあ、こういうあの綿花糸を出してですね、機を織って、まあ、それで商品にすると、まあ、そういったね、技術力っていうのがこの浜松に蓄積されていったわけなんでございますけれども、まあ、明治時代になるとですね、海外から教育のためにオルガンが輸入されます。でオルガンの仕組みっていうのはですね、その食器に非常に似ていたらしくてですね、技術力が蓄積された浜松の人々は、まっすぐね、ピアノとかオルガンとか自分たちで作っちゃったみたいですね。まあ、だからね、そういう楽器作りに関してもノウハウがすぐに出来上がったというわけでございます。もうこの喋りをするためだけにですね、天竜二俣駅からわざわざ電車を乗り過ごすというリスクを負ってまで15分ぐらい歩いてきてるわけですからね。ちょっと天竜川から一旦離れましょう。さて、代表的な楽器にはですね、ピアノというものがありますけれども、あれって何でできてるか皆さんご存知だったりしますかね。これまたクイズみたいになってしまうんですけれども、正解は木材です。プラスチックでできてませんからね。ピアノのもちろん鍵盤とかね、そういうのは別ですけれども、あの中の仕組みっていうのは全部木でできてるわけです。ということはこっちの方が逆光じゃないかな。ということは木も非常に重要になるわけでございますけれども、それは一体どこからやってきたんでしょうか。まあ、正解はですね、ちょっと山が見えないけれども、あのこの浜松の後ろ側にあるですね、山から取ってきたものでございます。まあ、当然ピアノに加工するにはですね、そのままの木ではいけないわけです。乾燥させなきゃいけないんですね。まあ、大体木に含まれる水含有量ってのはおそらく 80% ぐらいだったと記憶しておりますが、ピアノを作るために必要な水分量は 10% 以下、 10% 以下に抑えるんですよ。あの水を 70% 以上乾燥させてですね、それで加工しなければならないと。まあ、その乾燥に使われたのがこの遠州の風でございます。まあ、大体ここら辺のことをね、遠州と呼んだりするんですけれども、いわゆる遠州の空風というものでございます。あの本当にですね、空風っていうのは一点、空風の説明だけしておきますとですね、まあ、山から強く吹きつける、吹き下ろしてくる、まあ、そういった風でございます。まあ、群馬県でもね、赤城おろしとかそういったものが有名でございますけれども、まあ、例えばあそこの山のね、上から風がブワーって吹きつけてくるわけでございますけれども、その風量が本当にだいぶ強いらしくてですね、それで木を乾かしていた、それでピアノ用に加工していた、まあ、そんな風な歴史があるんですね。さて、一応天竜二俣駅の方に時間通り戻ってこれたわけなんですけれども、あのね、天竜浜名湖鉄道の本社ってのこれみたいですね。これが本社のようです。書いてあるね、天竜浜名湖鉄道株式会社本社、手書きです。さて、最後はですね、この電車に乗って終わりにしたいと思います。皆さん、浜松の魅力は十分に伝わりましたでしょうか。まあ、正確にですね、パートを分けたわけではないんですけれども、まあ浜松のご紹介、浜松がなぜ発展したのかということをご紹介、さらに天竜川のご紹介、なんで楽器の街になったのか紹介、まあそういった感じでですね、皆さんに浜松の魅力をお伝えできたというふうに思います。それでは皆さん、ここまでご視聴誠にありがとうございました。次の動画をまたご覧ください。